月に寄り添う乙女の作法ゼロ、発売まであと3日、待たせたな諸君。本日のカウントダウン担当はこのオークライオンが務めよう。お付き合いしましょう。付き合える相手が俺しかいないというのが実情ですけどね。何せ我々の昔話をするというのですから。まあ昔話について触れるのなら山吹でも構わないが、おばの方だ。今の彼女にここに出て漫才をしろと。なかなか残酷なことを言いますね君。もう20代ですらないんですよ。ああしかしどうだろう、今の姿のままここへ出てくるのも厳しいとは思うが、自分の預かり知らぬところで青春時代の若気の至りを暴露されるのも辛いと思うが。と言ってもこの場で言い訳できるものでもありませんしね。というより彼女がしたんですか、若気の至りとやら。我々はジャンと比べれば可愛いものだとは思うが、それでも真冬に港から海へ飛び込む程度のことはしていたからな。ありましたありました。あの時助けもせずに俺だけ酒食べててすみませんね。いやまあ武勇伝系のやんちゃならいいんですよ。それよりも君と彼女のスイタだのなんだののエピソードこそ嫌がるんじゃありませんかね。この年になればそんなものも動じなくなるものだが。ん？あったんです？それも含めて今回のエピソードで紹介する。今ここで種明かしをするべきではあるまいよ。何ですか？面白そうな内容ならちょこっとだけ教えてくださいよ。よせよせ。改めて考えてみればこの場を家族が見ていないとも限らない。だが今回お前は初めてキスをした相手について明かしていたな。ああ、それ言っちゃいます？だいたい俺の最初のキスの相手だったら君だって同じ相手じゃないですか。やめろおい。いくらこの年だからといっても照れるだろ。お前なんか顔中にキスマークつけられていたくせして。ちょっやめてくださいよ、プライバシーの侵害じゃないですか。いやだな、もう照れちゃいますよ。お互い年甲斐もなく恥ずかしいものだ。いやいや、昔の思い出となるとなかなかどうして困るもので。おや、電気が。公衆の面前でおっさん二人がもじもじするな。メッ